年末ポスはスポーツマンの逆読みのコンテンポラリーダンスカンパニー。様々な研究を基盤として活動している。逆さから物事を考えることで新たな価値を創造する実践的研究を展開している。効率ではない公共のコンテンポラリーダンス専用劇場の可能性を開くことを目的に、日中は保育園の子どもたちの体育館、週末と夜は コンテンポラリーダンスを上演する劇場という二つの機能を持つ透明体育館キラキラ国際子ども青年劇場宮崎を宮崎市内にオープンしている。ウマツーボスはグループの名称だけではなく内容、方法も兼ねているとしており、元宮崎大学教育学部准教授、高橋留美子氏の現代芸術的体育とお茶の水女子大学名誉教授、 松本千代絵氏が提出した創作ダンスのための課題解決学習に影響を受けている。宮崎大学とコラボレーションし、研究、教育活動から生まれる表現に根源的な面白さがあるという考えのもと、ダンス、映像、インスタレーション、教材、外部機関との共同研究などを通して新しい表現や実践に取り組むとしている。2006年より、 アート空間に体育を展示、上演する試みを日本国内外で積極的に実践することを趣旨としている。所属は現職教員等がメンバーのダンスグループ、踊るスポーツマン。スポーツと芸術の境界域をそれぞれの先端と捉え、宮崎大学を拠点に大学の地とコラボレーションすることを趣旨としている。横浜ダンスコレクションファイナリスト2008 早くお家に帰ったら、2011奨励賞受賞、ハードル2012。メインメンバーは、豊福明文、美濃和総平、小玉隆文の3名。この3名は、文化庁の派遣事業の派遣芸術家である。うんーポス代表は、2006年から2015年までは、小玉隆文が、2016年からは、豊福明文が務めている。チームマツーポスのメンバーとして、 川島優子、高橋ルミ子、宗綾野、坂本美久、延舞子、河野隆俊、大野元気、片山敦夫等が参加している。日本では、北九州芸術劇場、十和田市現代美術館、金沢二十一世紀美術館、霧島アートの森、坂本善蔵美術館、熊本県立美術館、六本木アートナイト、都の城市総合文化ホール、 富士見市民文化会館キラリ富士見、岩木芸術文化交流館アリオス、岩木市立美術館、横浜赤レンガ倉庫1号館、九州産業大学美術館、高松市美術館等で多彩に活動している。日本以外では13カ国35都市で作品を発表。2015年メンバーの豊福が平成26年度新進芸術家海外研修院として ルーマニアで現代芸術的体育を紹介するレジデンスプログラムを実施している。日本香港国際共同制作作品グラスホッパー2020シビウ国際演劇祭2014文化庁文化芸術による子供の育成事業 NPO 法人委託団体2015年度国際交流基金地域リーダー若者交流女性プログラムとしてルーマニアにて 調査研究、芸術教育プログラムによる多文化共生の実践を行っている。文化庁、平成28年度、国際芸術交流支援事業、海外講演事業として、ウマツつポスルーマニア4都市ワークショップ、共同制作を行っている。2016年、香港と国際共同制作を行っている。2016年12月、新作不特定。 低い虹栄章とシックレインボーを香港のダンサーと競争し海外新作初演を行っている。第11回キッズデザイン賞の子供たちの創造性と未来を開くデザイン部門受賞。受賞作品、現代芸術的体育からの復興、宮崎大学教育学部、高橋ルミ子研究室、岩木芸術文化交流館アリオス。2017年度門部科学賞。 日本型教育の海外展開推進事業応援プロジェクト採択事業名は身体形成と芸術体験を融合させた日本型ダンス教育創作ダンスの海外輸出中華人民共和国ルーマニア大韓民国フレフレ2020動画コンテスト映像クリエイティブ部門認証受賞受賞作品フレフレ宮崎県フレフレ 二千二十年、フレー、フレー、宮崎プリーフェクチャー、フレー、フレー。二千二十かゆかゆ、宮崎県、かゆかゆ。二千二十年、二千十八年度文部科学省、日本型教育の海外展開推進事業、応援プロジェクト採択。事業名は、ラオスのインクルーシブ教育を推進する、表現運動の輸出、ラオス。第十二回キッズデザイン賞の、 子供たちの創造性と未来を開くデザイン部門受賞。受賞作品、劇場に、子供たちを招き入れる新しい遠足の形、アート遠足。第12回キッズデザイン賞の、子供たちの創造性と未来を開くデザイン部門、キッズデザイン協議会会長賞受賞。受賞作品、子供の体とアートをつなぐプロジェクト、体が喜ぶ、美術館。 特定非営利活動法人宮崎市、ダンスセンター、元宮崎大学教育学部、高橋ルミ子研究室。平成30年度国際交流基金海外、派遣女性事業採択、ムマポスルーマニアドイツ公演。2018年度芸術文化振興基金現代、舞台芸術創造普及活動、子ども、青年劇場オープン記念公演国際共同、制作。 第13回キッズデザイン賞の子供たちの創造性と未来を開くデザイン部門。経済産業大臣賞受賞。受賞作品、昼は保育園、夜と週末は劇場。透明体育館キラキラ、国際子供、青年劇場宮崎。第14回キッズデザイン賞の子供たちの創造性と未来を開くデザイン部門。受賞作品、子供の思考回路を逆転させる。 アートプロジェクト逆さ、ありがとうございます。